わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は危険な環境で作業ができるロボットの開発に取り組んでいる研究を紹介するぞ。ここは崇城大学工学部機械工学科平雄一郎准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ。極限環境作業ロボットの自動制御に関する研究に取り組んでいます。極限環境作業ロボットとは、人間の生命に関わるような危険な環境で作業を行うロボットのことです。特に宇宙ロボット、海中ロボット、災害対応ロボットを対象としています。人が作業を行うには危険な環境でこそロボットが利用されるべきと考えているからです。私の研究では自動制御の方法を考えることを行っています。極限環境作業ロボットは、宇宙空間なら無重力、海中なら流体力、災害現場なら瓦礫のような特殊な環境で作業を行います。そのため、自動制御が非常に難しくなります。人間のそのオペレーターの介さずに自律的により動くってことですね。今特に人工知能とか、そういう技術が進んでまして、自動化、ロボットとかの自動化っていうのは非常に取り組まれてまして、これから非常に求められる研究だとは思います。危険作業ができるロボット開発の挑戦はこれからも続いていくのじゃな。災害対応ロボットは、私自身が熊本地震を経験し、社会に貢献するような研究にも取り組んでみたいと思い始めました。また地域貢献活動として、 JA 菊池様並びに熊本県様から依頼されたごぼう畑の除草ロボットの開発にも取り組んでいます。ごぼう畑におけるハウスは非常に小さいために、人がかがんでしか入れないため、人による除草作業は非常に過酷な労働になります。しかも農業従事者は非常に高齢化しています。その解決策として、自動制御された除草ロボットを開発していきたいと思っています。いろんな農家さんから除草作業は非常に大変だということをよく伺います。熊本県菊池市は有機栽培というのをベースにしていまして、除草剤による除草を行わず、人によって、作業を行います。特に山間地域などでは斜面なども多く、非常に人が狩るのが大変なところも多いので、非常に需要が高いというふうに考えています。したがって、このごぼう畑における除草ロボットを完成させて、さらにいろんな農業の分野にも拡張できるようなロボットを開発していきたいと考えています。ふむふむ。ところで、崇城大学工学部ではロボット研究会もあるそうじゃな。講義や実習などの授業では、実践的な技術を身につけることが難しいというのがありますので、機械工学科では課外活動というものがあります。そのうちの一つがロボット研究会であり、 NHK 学生ロボコン大会のようなロボットコンテストの出場を通して、実践的な技術を身につけることを目的としています。ロボット研究会とかは非常に自分たちでいろんなアイデアを出して、チームワークとかも養えますし、非常に協力してやっています。またロボット研究会の学生は非常に知的好奇心が強くて、授業でもそういう知識を積極的に活かして、さらにそのロボットをコンテストとかで出場できるように、上位を目指せるように頑張っています。研究者のみならず、企業とかで開発を行う人も多いと思うんですけれども、まずは最近不正問題とかが多くなってますので、そういうのではなくて、真面目にやはり真剣に取り組むような学生教育っていうか、学生を社会に送り出すような教育をしていきたいと思っています。崇城大学工学部機械工学科の成長がますます楽しみじゃの。